皆様こんにちは。モンスターファーム2の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。今回動画をお送りしますのは私セントスと、今日も画面が見えません草垣です。そんなことはあるわけがないと今出ましたね。はい、お祝いになっちゃおうかな。よしや、雨の中で誕生日お祝い、もうびしょ濡れのショートケーキホール。まあそういうことですけども、今年はサーセントさん、はい、ティアナリパーさんを、はい、1年間オフラインで育成していただいたという予定で言っておいたんですけど、はい、やりました。どうですか、こいつのピークとかまだまだっぽい感じですか。こいつのピークはやっぱり休息させた時の寝姿が可愛いところですかね、うん、ほらなんだよもうちょっと、はい、おちんさん、はい、おちんです。おちんさん、はい、もしかしてなんすかなんすか、こいつまだもしかして、はい、悪いままだったりしますか。あ、悪じゃないです、普通っすよ。あ、なんで悪なのに。ないなんで悪なのにじゃなくて、You なんで悪なのに、さっきなんか悪態つかれたんですか。え、普通です、普通ですよ今。え、なんでそこういうキャラなんですか。え、知らないです、知らないです。ちょっとアキラさんが博士なんだから。誕生日言われて普通あれなんだろう、嫌いなワンちゃん好きだ。生徒さんどういう育て方したんですか。え、前回違いましたよね。いや、ちょっと、え、俺ははっきり言いますよ、アキラさん、俺裏では相当いい育成してましたからね。俺ビタミンしかあげてないし、いやストレスも与えないように草は毎月あげてたし、これ嫌われる要素ないんですけど。ビタミンめっちゃ上げてたにしてはお金全然減ってないっていうか、稼いだの裏で。やあ、これ先進みましょう。俺もうこれ本当にこいつなんとかしたいんで、こいつをなんとかするために頑張りました。あきらさん、こっから先のね采配お願いします。ああ、なんか知らんけど相当ディアナリパーとなんか確執があったようなので、いや、寝姿で癒されましたよ。はい、ちょっとじゃあ大会に行きたいと思います。大会これ、うん、1年間オフラインでやってもらってたのは、はい、やっぱりね、1年間やってから大会に出させたいということだったんで、こいつの場合結構もう最強、なんか皆さんが言ってた最強の技月っていうやつがあるみたいなんですよ。はあ、はあ、月、その月がどんなもんなんかをちょっと見てみたいんで。なるほど、そうっす。大会はその例えばもう9月の末のグレード上げるやつに出ちゃってもいいですし、まあこれ出てもいいんですけど、でも元気だし大会になったらストレスがなくなるみたいなんで、 これもガツッといっちゃいましょう。ストレス今ないですよね、全くないですよ、草使ったばっかですからね。あ、でもどっちにしろ大丈夫です。わかりました、さすがアキラさん。はい、意味不明でも OK と。最近普通になったんですか。いや、普通になって久しいはずですけど、中性度ってのは何を表してるんですかね。うわ、半魚人だな、これは。どうした半魚人、うん、で、中性度ですか。中性度は余裕あるじゃないんですかね。あ、違うか、これか、20のやつか。いや、そうそうか、そうか。じゃあ、怒りまくってはいましたけどね、その成功はてなとかでも性格なんすかね、うん、めっちゃ性格悪いな。で、まあ、やってみましょうか。はい、やってみましょう。はい、ちょっとね、そろそろ皆さん低ランク嵐にしょがりに飽き飽きしてきて、はい、ウィンクが出てきてる頃なんで、はいはい、ちょっとこいつでね、おせおせでもう一回お前らが一瞬垣間見た B ランクの世界行きたいなって思います。 B ランクを目標にしましょうか、じゃあこいつは。そうですね、はいはい、ちょっとこいつは嫌ですけど寿命の息を使ってもらってたんですよね。なんかアイデアもつかないセントスさんが草を食わせまくってたんですよ。はい、ガンガン食わせてましたよ。いや、首相ですね、首相。俺は何なんですか、ちょっと。いつもアイテムを使って優しく育成する、会話も弾む、爽やか、髪もある。それ言ってないです。あ、言ってない。月ってどのレンジなんでしょうね。あ、第一距離の2個目の技です、カーソルを下に。はいはい、で、あ、こっち、そうそう、それやってみましょうか。はーい、あー、遠い。バッ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 、おら、なんで
定じゃん。攻撃しませんね。ねえ、ほんまにトスキラのこと嫌いなんですね。本当にガッツ99で攻撃できないってやばいっすよ。あれ、あ、ちょ、あ、ガッツも減るんじゃん。ちょんちょんちょん、やべえ、殴り合いだ。いける、これいけるよ、これやべえ、月強すぎる。うい、ねえ、今どんな気持ちいい、どんな気持ちいい、どんな気持ちいいって感じ。ダメだ、でも意味不明、自分の、あー、マイクが外れちゃう。よし、ガッツが、はい、突き飛ばして、突き飛ばして突き飛ばして、あ、突き飛ばします、はい、あの、その突きじゃなくて飛ばして、ごめんなさい、ごめんなさい。よし、よし、じゃあ逃げます、攻めます。あ、やめ、食った、あかん、あ、マッハだ、これ。こんなことあります？でもいや、マッハパンチはほんまにやばいみたいですからね。あ、でも怪我せんでよかったですな。まあそうですね、ちょっと驚きというか放心状態ですね。俺が血潮にかけて育てたのをちょっと一回絶命させた欲に駆られて攻めたがこれですよ。絶命させたんすか。いや、絶命をさしたいなと思って、させた欲に駆られて、気づけばガッツがゼロに。いやあ、ちょっとここで 2連勝は絶対にしたいところ、まあ、最低限したいですね。うん、したいっていうか、もうそれが許さない。はい、許許さないよ。マジかー、ちょっと俺心折れちゃったから、ちょっとあのユーの応援お願いします。ユーリオン、あ、いい、他の技も見たいですね、ちょっと。はい、ボディブローでいいですか。はい、なんでもかんでも。あー、減るマーダーだなー。あと何がありますかね。爪が凶悪すぎますもの、でかすぎますもの。あれ、はたきになんない。あ、まあ、はたいてましたね、なんかリアクションでは、アクションでは。やばい、強すぎる。いや、いけます、こいつ、いけますね、いけますね、まずはこれ。今 D ランクももしかしたらワンチャン狙えるぐらいの強さあるかもしれないですね。もしこのゆうちゃんで、ゆうちゃんで、はい、 A 行けたら、 A 行けたら A ランクの試合でセントさん顔出しね。なんで、いや、そろそろでしょ。いや、ちゃう、だから、あの、ただの視聴者ならば、このパート数を見て、もうこの辺が出し時だなっていうところは重々ご理解いただけてるでしょ。違う、自分にとって顔を出すことのメリットはリスナーにとっても自分にとってもない。だから、このことをする人だよ。要は罰ゲームなんですよ。コメントが流れてるのがどうしてわからなかったんですか。それは、いいことがあった時にやることではなく、なんで、もしかしたら、負けちゃった時とか、自分があまりないと思うんですけども、ちょっともし、ミスってしまった時にことちょっと気づいたらどうなの、やるべきことだと思ってるんですよ。聞こえてました？わかんないです。あの、そっち耳を傾けたら自分の言葉喋れないから。あ、叩きましたよ。タメ口で喋っていいですか。嫌です。あ、タメ口とかそういうの苦手な感じですか。そういうわけじゃないんですけど、でもやっぱりいいんですよ。神聖、神聖な、神聖な絶叫、絶叫の絶叫絶叫、神聖な絶叫の場では、じゃあ絶叫じゃん。あ、絶叫者とか絶対タグとかつけられてる人いますよね。あー、いいと思いますね、はい、ニコニコそういうの好きですもんね。まあ、もや収穫で、まあとりあえず A ランクいったらお願いしますよ。何そのメガネ、可愛いでしょ、ドットメガネ。いや、あ、あー、黒メガネ、黒メガネもいいんじゃないですか。いや、これはなんかあのパで、クラブのパーティーに、野外フェスにつけていくときに、はい、黒より赤の方がなんかないいなって、なんかその時の装いでなったんですよ。やお、なるほど。あ、よっしゃ、グレーメン死んだ。そうですね、優勝の出ましたね。よっしゃ、セントさん、あ、まさかリベンジ。あ、画面見てなかったでしょ。ええ、勝ちを拾いました。あ、おい、粘土どうした。ブンバララッパブンスブラッタザンタラッタザンツー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 あけみさん、ご飯中だし、化粧中だし、化粧中じゃないか。いきなり、あー、まあでもそうか、大丈夫か。ナイスコンビネーションですね。音が聞こえてないのに、すごい必死に合わせてくれたのが、これ、そうですね、繋い方だなと思いました。アルテミスの像は売っていいんでしたっけ。はい、売っていいです。あ、ありがとうございます。ロック、それ言わないですか。キュッの逆さま。え、
なんて言ったんですか。ムサカ様とか言わないですか。言わないです。それアキラさんのとか言わないですか。妄想の世界だと思いますよみたいな。やったことないですからね。やってましたよ。やってないっす。ピー、僕悪いスライムじゃないよとか言ってたじゃないですか。前回の動画のラストでアキラさんたこ焼きおごってくれって聞いてたんですけど。あ、ねえトスキヤさん。あ、はい。ユウが今回の大会ですごい成長したみたいだよ。俺、奢ってもらってないんですけど。頑張ったよね。皆さん、あの、ユウ頑張っちゃったからギャランティーあげちゃおうかな。ノーでいいですか。え、ほんまにこのユウのことあんま好きじゃないんですか。違います。今、アキラさんムカついたからです。今しめです。やだ、色が似てる。似てますね。あの、雰囲気も似てますよ。耳とかつけようかな。お願いします。ほら、悪魔の耳あるし、あ、そう、悪魔の耳をつけるから、この赤いやつにしたんですよ、その。それ、あっ。ああ、気持ち悪い。ああ、気持ち悪い。普通、女性が踊ってたら、みんな何かしら気持ちが張り上がったりするもんですけどね。これ、厳しいな。ディアナ・リッパーの方が可愛いまであるからな。めっちゃ似てません。ちょっと測ったわけじゃないんですけど。いや、ディオン、ディアレン・リッパーの方がウエスト細いんで。じゃあ、次どうしますか。そんなこと言います。ほら、それでへっこめてるんですよね。え、な、何を申す。我はへっこめてなどおらんの。力抜いてください。え、力抜いてください。何のことだ、たわけ。あれことを申すな。いいか、早く地下手が出…遅れ今。あああ、もうリスナー減ったわ。いや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 、今に始まったことじゃないから。いや、だけどそれ本性バレてるから。いや、ちょっと残念だったね、セントスさん。いや、おい、セントス、何だったの。じゃ今からめっちゃのドキュンが、ちょっとメガネのおとなしそうな男の子にバリ絡んでるうざい感じでいきますね。あ、はい。寝方かわいいでしょ。うん、きっしょ。きつくねえし。いや、なんかそうそうそう、ふんふん龍太郎って感じ。ほらほらほら、やるてやるてかわいい。どんな気持ちみたいな。え、なんなんあの寝方。大会じゃあもう D ランク出しちゃいます。はい、はい、はい。おう、いや、言っとろうよ、先頭さん。ほら、おう、はっはっは、はい、はい。野球は俺とお前と行くやろ、セントス。え、あ、そうか、あれ今ドキュンっぽく喋るって言ってたんですね。そうやよ。お前ホームプロジェクトの前全然話聞いてんやんけ。それ男性女性どっちなんですか、設定は。え、どう見ても男やろ、お前。お前しまねえぞ、マジで。でも、アキラさんそんなもんだから、よくわからんな。え、ちょ、合わせてきてや。あ、こっちもドキュンなんですか。じゃ、ち、あ、じゃあドキュンでやってみてください。え、ドキュン。あってめえ、ふざけんなお前、おってめえ。何さっきから浮かれてんだ、こら、お前。俺が本気で戦ってんだ、こら、ちゃんと画面見て、俺倒れたよ、あ、こら。うるさい、お前、いちいち古臭いねんな。古臭いはちょっとショック。奥さんみたいだよ、お前。ショックだわ。お前、短ボン来て、ボンタン来とるよ、あの、あれ。ね、ベンベベベンベベ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 あきらさんだけでお願いします。それはいけるいける、これ絶対いける。あ、バジコボ、バジコボ行ったら、バジコボ、マイクがずれた。ワンパン、ワンパン、ワンパン。99になったら戦います。着きます。あ、いいぞいいぞ。昭和か、俺昭和の男なのか。いや、わかんないっす。なんかあの、関東弁で、関東弁、関東弁で銭湯さんみたいな声の人にこう、なんかマックス立てられると、はい、あの、俺もなんて言ってんだよ、こんなこれやみたいな。後ろ笑ってますけど。すごいなんか昭和のチンピラ賞がやばい。わかる。わかんけど面白かった。あ、わかんけど面白かった。そうっすか。声一切聞こえてませんからね。あの、嬉しいですとお伝えください。嬉しいですだって。あ、そうですか。どうでもよさげ。いや、勝ってるかな。 D いける。いけます。私今試合内容全く見てなかったんですけど、あの連打、月連打でした。100列好きでした。余裕で勝てましたね。いい優でした。
E.U. はい、エドモンド U ってことです。あ、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 うん、まあ、アキラさんはそれ、E.U. E.U. だな、あはは、E.U. だな。アキラさん、それさっき腹見せる前にやってほしかったです。あれだ、あれだ、何の歌かわかりますか、これ。私は元気でしょ、知ってます。知らない人いるんか、そんなもん。あ、違います、エスクラティセンのコクリコちゃんっていう現ジバニャンの人の声です。いや、全然似てねえしめんどくせえし。あ、えっと、ちょ、待って、アキラさん、もうぶっちゃけこいつに勝てない。いけます。いや、硬すぎる。ちょ、とりあえず月股を飛ばしましょう。ああ、ぶっ、ぶり、ぶり、マジか、こいつ。ガッツ奪うのがかなり有効みたいなんで、できるだけ離れてからでガッツ貯めて、あとは一気に月が多分あのめっちゃスピードも速いんで、違う、結局月をやろうとした時に危険悪くなって意味不明をやった時に相手の反撃食らって負けるパターンですわ。ああ、いける、いける、いける、セット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 、セットセットセット、なんで敬礼してんすか。ちょっと、そう、敬礼 D きついか。いや、体力がちょっとね低すぎて、結局優勢でも事故っちゃうことが多いから150はいるな。これってランク2でのモンス、ランク戦に出るモンスターって一定でしたっけ。はい、ランク戦に出るモンスターって一定でしたっけ。ほぼ一定だと思いますよ。スリートボムな、嫌いだな。あいつ強いな、火力もあって体力もあるんで。でもセントさん、スリートボームみたいなモンスターは絶対めっちゃ好きでしょ。いや、嫌いです。うえ、メリットないです。なんで。俺あれが好きです。カバさんとかゾウさんとか好きじゃん。あんなカバでもゾウでもないです。もっさりした変な生き物です。ムーミンダニの生き物です。わかんないな。俺は奥ゆかしいんですよ。奥ゆかしい、何もわかんないな。ピクシーはピクシーなのに。ピクシー、サクラートタムは可愛いんでしょ。可愛いっす。なんかユウムカつくな、もうカードの絵といい。いや、それは絵師の方に言ってくださいよ。プレイボーモンスターでも人間でもないのさ、みたいな感じが。あ、よいしょ。言うことは一丁前やけど、ちょっとバカだから失敗ばっかりするんだよ。いや、頭いいっす。グレンラガンの神なみたいな感じですね。あー、でもわかんないんだよな、グレンラガン。あ、私も最近見ましたね、よくわかんないですね。黒人さんが一生ディスってましたけどね。黒人さんが一生グレンラガンの神のをディスってるんですか。いや、グレンラガンの作品について。え、グレンラガンをディスるとか結構勇気ありますね、公で。いや、もうでも一生ディスってました。確かに、まあ、とにかくめちゃくちゃ周りに勧められて、はい、で勢いだけで見るアニメっていうのは聞いてたんですけど、はい、あまりにも結構勢いがすごいなっていうとこあるんですけど、やっぱアクションシーンとかはもう男のロマンがすごい詰まってる感じ。男のエロマン。はれ、フリ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 、やめて、私を足かかないで、服がベリ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 いやいやいや、ベリベリしても誰も喜ばないですからね。いや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 、世の中にはやっぱりそのポチャセンという人がいましてですね。マシュマロ系ってやつですか。そう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 、はあ、やめ、マシュマロ系、もっちもっちり系、もっちり系。スリートボムと決勝戦やだな。ああ、やっぱミリアムタムですね、やぶくなら。ミリアムタム言いにくいこと頑張って言いましたね、今。いや、普通に言いましたよ。アムタム、うわー、うわ、スリート一強か。スリートやばいっすね。スリート一強っすね。こいつだって D に出てこなくなかったっすか。なんかあんまり見ないですけどね。でしょ、こいつ C におったような気が。気のせいかな。ちょっとなんかこいつもしょがり気持ちよくなりたい感じかもしれないっす。あ、そっか、自分だけじゃなかったんですね。みんな考えることは一緒。そういうことです。でもランク戦荒らしに来るのはやっぱりちょっとね、マナー違反だと僕は思うんですよ。まあ本来はいけないことですね。本来はね、そこはID を隠して荒らしてるんでしょうね。なんすか、その格ゲーみたいな言い方。え、パルマン弱い。で、パルマン相手の方は弱すぎる。え、クソ弱いクソですか。え、弱っ。やっぱあれですよ、ヒエラルキーと言うんですか。どういうことですか、ヒエラルキー。出ましたっけ。
え、超弱い。だ意味不明でのきついな。でもね、月の…あ、行っちゃって、かわいい。どうした。植物にビンタって風になびかれてススキがペチンって当たってくるんですよね。だからこのダメージを食らうと逆に体に気持ちいいという評判なんです。あー、植物ダイエット、適度な刺激を与えてリンパの促す、こいつはハーブなんですね、きっと。でリンパ、みかんも自転車のカゴで転がせば甘くなるのと一緒で、こいつも一回何回か試合に出して興奮とかさせて揺らせばすごい相当いい植物として美味しくいただけるんですよ。アキラさん、これミディアムと違ってそういう需要があって大会に出されてるっていう儀式ですね、これは。いわゆるみかんの話初耳なんですけど。え、マジですか。みかんをあの自転車のカゴに入れてガタ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 ってやって帰ってきたら中食べたら甘くなってるんですよ。嘘つけ。マジマジな。ん、え、なんもない。ね、さ、自転車のカゴに入れてさ揺らしまくってたら甘くなのした。あ、あのもう なんとなくかな、あのぐちょ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 してぐちゃぐちゃしてるかどうかわかんない。俺もわかんないんですけど。はい。じゃ相方を都合よく使うのやめてあげてくださいよ、ちょっと。相方を都合よく使うのやめてあげてくださいって書いてるんだけど。あ、別にただそこにいるだけなんで大丈夫。あ、そうですか。迷惑だったら言ってくださいね。迷惑だったら言ってくださいね、やって。あ、いや、本当に別にただそこにいるだけなんで。2回目だからそれ。もう、コギトエルコスモって感じやな。あ、これ近い方がいいんだっけな。あ、いける。いける。うわぁ、この体格差。いやぁ、だだだだだだだ。このあとミリアムはただじゃいられないですよ。この U の前には、 U の前にはただじゃいられない。右足を右手で持って、左足を左手で持ってバーってやると思います、多分。さ想像しないでください。え、また先の K ってこと。いやいや、そこまで言ってませんよ。バーってそういうことです。すいません。あ、でもなんだかんだ負けろ。何、え、見た今。え、見てないです。スリートボムがパルマーに普通に負けましたよ、はい、だからパルマーやるときやるんすよ。あの、ダメージ1を200回当てたんですよ。キャラ相性やばすぎでしょ。優勝でーす。意味わかんないんですけど。さん優勝。あれなんだ、優勝です。パルマーってあれだっけ、遠距離攻撃やったっけ、それでかな。優勝です。優勝だ優勝だ優勝優勝優勝だ優勝だ。それ何の歌ですか。小池さん、優勝優勝優勝。え、何の歌ですか。ファイナルファンタジー10のあのバスケットボールしてるやつらのセリフです。ブリッツボール。優勝だ優勝だ優勝優勝優勝。まあ大体似てますね。あの隣の方はちょっと何をしてるのか隣が分かってないでやってるからよく分かんないことになってますけど。あ、すいません、スピーカーが取れてました。はい。いやー、 D いけましたね。楽勝でしたね。結構いけそうな雰囲気を醸し出してますね。うん、でも D で厳しかったんで、ちょっともうちょっと強くしないと C は厳しいですね。はい、 C は厳しいですね。はい、そうです。やべえ、今何分ぐらい録画してましたっけ。20分ぐらいだよな。そうっす。これ中精度35ぐらい欲しいな。こいつでやっぱちょっと B 行きたいから、ビタミンは今ね、あのね、重トレで命中とか適正いいやつ何歩ぐらい上がってますか。ね、再成長期の手前ぐらいまで来てるっぽいですよ、確か。俺はあんまりサーバーではないです。じゃあ15とか16とか。いや、そこまで行ってないですよ。12ぐらいじゃないですか。でもピクシーちゃんはあれ適性が A だったけど、多分こいつは
Yeah, dear. はい、ググって。え、待って。はい、ググって。はい。あの、こそっといてください、トレーニング。どれを？なんか、どれも上がりそうですけどね、次に。ちょっとライフ少し、まあ、107ならいいのかな。回避ちょっと低いですね。回避でもいいですか？回避ですね。あ、でも賢さも上がりますよ。賢さ技欲しいな。賢さはこいつはもう捨てていいんじゃないですかね。でもせっかくピクシーが入ってるんで、まあ後ででいいんじゃないですか。そうですね、とりあえず回避、回避の方がちょっとすね。じゃあ次はもうランク C 上がる大会に出るまでは育成でいいですか？はい、オフレコで。あ、オフレコ、はい、いや、わかりました。はい、じゃあ、一旦失礼します。サクサク、ちゃうぞ。じゃあ、大会出ます。 C ランク、はい。中性度まだ低いから意味不明らしいですよ。え、ちょ、待って、ちょ、あの、千蔵さん、画面戻してください。何が？画面戻してください。まあまあ、サクサク倒しましょうよ、全員。千蔵さん、はい、最初の方、覚えてくれたのに、もうなんか、千蔵さん一人で実況やってるみたい。あの、ごめんなさい、何の話ですか？あ、いいんです。いや、画面を戻してくれないこと。あれはだからいつも地方だっつってるでしょ。そこ咎められたらもう自分はこれ一生できません。これ、3ヶ月ぶりやってまいりました、シーグレード公式戦、未来のモンスターもさ、このグレード。エキサイティングしてるのはセントさんの脳内だけだよ。今日はいいっすね、アキラさんがどっちかっていうと引き気味で。よし、もう人多いなぁ。さあ、で、曲がりないもこれ優勝したんすよね、前に。これもっと多くなることあるのか、ないか、ないな、い文字数できないな。これ16人とかだったら切れます、俺。切れる、まずね。もう、もみくちゃでもみんなでやればいいだろうって感じですね。まあそうですね、バトルロイヤル。いや、いいっすね、それ。パッパラッパ、あこいつは、これは、あ、まあいいや。エトさん、やはり木はまだ熟していなかったかもしれません。あ、でも弱い。いやー、でも賢さはだね、あのレベルですからね。まあまあまあ、こいつは何が強かったっけな。好きです。すごい。あ、で、弱いっすよ、ちょっと弱い。じゃあもう月一択ですね、これ。あの、命中がやっぱ、うわー、硬いよー。月、月、月のなんか殺傷能力の高さやばいっすね、見た目の。うん、で、こんなに避けられちゃ無理っす、俺 60% が。ねえ。あー、これ早かったな。いや、違う、だけどさ、60% こんなに避けられたら勝てるもんも勝てないっすよ。ほら、当たる当たる。あ、いて、なんだなんだ。あ、これ、あ、ばー、ガッツ減る。でも、これ、ピボルスちゃんって、キューブ系ってなんかいまいちまだ私特性がつかめてないんですけど。勝った、勝ってない、勝ってないわ、全然勝ってないわ。おじいちゃん、いや、すいません。うわ、じゃあリセットしますか。これ多分こいつでも弱いんじゃいますの。リセットしますか。もっと強いんじゃない、ちょっとあともう一戦やってみて、はい、あ、もうなんかスミレタンや。みんな見た目やばいんですけど、スミレタン、スミレタンはともかくなんかもう殺傷能力の塊みたいな。あー、ニコレももうほら目サイコパスだし。うん、セントさんですね、あれ。いやいや、俺サイコパスじゃないっす。私あれを猫とは絶対に認めないです。猫と認めるのはアーケロだけですよ。猫です。6体が人です。まあ、さっきの2人、あの C ランクのあのシラグちゃんはあのオープニングに出てきたやつですね。確かに、おお、格がでかいな。あ、あれ EDCBA とかに出てくるモンスターを集めたオープニングのムービーなのかな。まあ、クジラですからね。クジラとやるとき結構緊張しそうだな。クジラ育てた、これ無理っすわ、これ。いや、余裕っす。ぷよぷよみたいな、怒ってるぷよぷよみたいな。まあ、ハパンちゃ絶対ダメですよ。アキラさん、出直していきましょうか。ですね。あの、まず意味不明が出る時点でもう読み合いにならないんですよ。さあ、皆さん、Cランクの大会は、ちょっと小手調べということで、ちょっと時空をワープして、小手調べに一瞬来ただけでした。あ、頑張れる。やべ。ケントさん、もう、はい、情報収集は終わりましたよ。え、
ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、目指せランク。